今回はグリンパーチの戦闘描写をもっと見たかったに対する反応集です。それではどうぞ。ビジュアルも性格も好きなんだけど、いかんせん戦闘描写が少ねえ。こことの戦闘ちゃんと書いて欲しかった。スタージュンは言わずもがなとミーロッドは何度か戦闘描写あったから印象に残るけど、中盤でのトリコとの戦いは本気出してないし、グルメフェスだとこことの戦いは尺削られちゃったからね。他二人の副料理長に比べて描写が微妙だったな。総料理長補佐、料理長。ファーストコンタクトとしては完璧だったんだけどな。終盤に復活して熱いと思ったら即ドロッとなって笑っちゃった。レイビオトープもだけど、やっぱキャラ増えすぎると週刊漫画でバトル扱うの大変なんだな。ここのハイタッチ好き。冷酷なトミーロッドがそれなりに打ち解けてるのいいよね。お互い相性で呼び合ってるの仲良いなって思う。アイスヘル編前にスタージュンとグリンパーチからトリコのこととその興味深さを話されてたみたいだから、副料理長たちはもともと仲良いっぽい。トミーもグリンも、これ以上この場にいてもストーリー上扱いに困るのはわからなくもないけど、こうもあっさり退場させちゃったのは惜しく感じるわ。いかにも邪悪のゴンゲですよみたいなデザインの割にまあまあフランクなやつ。副料理長 ×3 料理長 ×3 総料理長こんなにいる？料理の現場的には総料理長が仕切って部門ごとの料理長と補佐って考えたらいるなんなら足りない。各料理長の補佐として副料理長が一人ずつならわかるんだけど、最初の印象で見人とも黒窓の部下っぽいのが。黒窓以外の料理長とか総料理長の設定がアイスヘルあたりの頃から存在してたかと言われるとかなり疑問が残る。まあそこら辺はミトラの食欲がヤバすぎたってことで。生ゴミで島作るやつやからな。小松パワーか。マジで小松のおかげで思い出したところはあるんだろうな。やはり小松はヒロイン。家族で囲んで食べる食卓の味を思い出したのかもしれんね。一流との戦い直後、人間大嫌いでメテオスパイスで土地からしたのに最終的に自分犠牲に地球の土地戻したの思うところいろいろあったんだろうな。この時のミトラって一流死んでだいぶ参ってそうだよね。というもだけどミトラも殺すつもりなかっただろうし。もともと副料理長は一人だったけど三人に増やしたって言ってたよね。そういやアルファロとかも戦闘シーン自体はほとんど書かれなかったな。唯一乱入なしで大ゼロビオトープと戦ってたぽいのに。でもアルファロはそのおかげで最後まで核を保てたとも言える。最後まで一貫して強かった描写しかなかったもんな。ブルーニトロの乱入もなさそうだし、素で勝ったことに。アルファロは一貫して強い描写されてるよな。いいキャラしてるから出番少ないの残念だわ。公式に唯一名前間違えられてたのはさすがにかわいそうだと思った。戦闘描写が少ないのと現状吸って吐くだけで何できるのかわからんのが原因やな。せめてどっちかもう少し情報あればな。底知れなさは一番感じたんだけどね。終盤毒の未定ボットになっちゃったのが。友達感覚で GOD の情報を教えてくれるやつ、人のもの食べたら代わりのものをちゃんと用意してくれるやつ、戦闘好きな以外はめちゃくちゃ話が通じるという。ここに薬漬けにされちゃったからな。ここと戦ってしばらくフェードアウトしたからここは殺害されたって意見があった。ここ自身がグリンの体内に潜り込んでる説も見た。グリンやトミーもトリコの結婚式来てほしかったわ。鼻からすシーンがいい。空気大砲以外はどんな戦法あったんだろうな。後半に出てきた大霊ビオトープ職員とか美食会の幹部連中とかの出番を全部カットして、四天王と副料理長で話を回してほしかった気はしないでもない。なんでこいつとトミー退場させたんだろ。こいつらどうなったん最後。ジョアの金で溶かされて瞬殺。ジョアって確か描写なしで四天王に人倒す強しキャラでもあったんだが、描写なしで副料理長図に倒された総料理長含めいろいろ説明。時期の問題でアイマルによる金対策が施されてなくて、そのせいでジョアに殺されたから普通に死んでる。でもあの世界再生医療も発達してて、魂の世界とかもあるからその気になれば復活もさせられそうではある。美食会なんかコンプラ虫のクローンとか普通にやってそうだし。こいつら料理すんのか。
忘れがちだけど本職料理人なんだよな。厨房に立ってると全く想像できないけど。ストローぶっ刺して骨肉すすってゲロ吐いて吸って反芻してるやつの料理食いたいか。ファーストコンタクトのインパクトはマジで良かった。料理長関係の描写がほぼないのでスタージュンが総料理長差し置いてナンバー2ナンバー2に恥じない実力者なのに階級が副料理長止まりなのが気になるから他のキャラクターの活躍は欲しかったな。あくまで料理の腕順なのだろう。副料理長との戦いで最後まで残ってたのが黒窓だから実力だけなら総料理長より強い説。意外と融通がつく性格してるやつ。ロボ回収に来たけどあいつらマジじゃん。めんどくせえ矢印適当になんか相手の庭の生物食いまくって帰るか。矢印いや手ぶらはまずいな。ボスがおこじゃん。しゃあねえ土産持っていくか。融通というかフリーダムすぎて敵も味方も動きが読めねえよ。BB コーンの時も結構お話ししたり折り合いつけてくれたりする。マッチアップ相手がここだったのが悲運。あいつ戦闘書きにくいからね。仕方ないね。もっとグリーンここが見たかったわよ。不意に遭遇する敵幹部のイアンパクトとしては100点中の満点。なみならここ線がなくても初登場だけで忘れられないキャラ。当時ルブ85のジャックエレファントを刺激してたのもインパクトすごかったな。スタージュン、グリーンパーチ、トミーロッドのネーミングセンスと語呂の良さ。副料理長みんなトリコは俺の相手だって思ってそうだったし小松もそうだけどトリコも結構モテてたんだな。副料理長たちが刺激してるバケモン大体好き。スターのブラガドラゴンクソかっけー OP とかめっちゃいい。今回の反応集は以上です。ご視聴ありがとうございました。